皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。エディーボーイも新曲をリリースするということが発表されました。エディーボーイ、フィフスデジタルシングル、フラワー、3月1日水曜日にリリースされます。おめでとうございます。本当に BMSG リリースラッシュですね。 このフラワーという楽曲については、すでにティザーも公開されておりますので、概要欄にリンクを貼っておきます。今回のこのフラワーについては、3月22日の水曜日に発売される、エディーボーイファーストアルバム、エディーボーイイズヒアーからの1曲ということです。このファーストアルバムには、フラワーと、それから、ノー、フォーエ f r フレンドの3曲を含む全8曲の予定ということです。 初回生産限定版として CD とブルーレイディスクのセットのものがありましてこちらは3850円の税込みそれから通常版の CD のみのものは2200円税込みとなっています今回はどうやら DVD 付きというものがなさそうなので映像についてはブルーレイ版のみとなるようですねで、このブルーレイディスクの中身なんですけれども デビューシングルの NO、それからサードシングルの Forever Friend のミュージックビデオ、それから去年の4月27日に開催された Amazon Music が次世代のミュージックシーンを担うアーティストをサポートするプレイリスト、Breakthrough Japan から派生したライブイベント、Breakthrough Japan Live の記念すべき初回ライブ出演時の映像を収録、の、 「おとぎ話フォーエバーフレンド」というシングルからスペシャルゲストスカイハイルイ・待機を招いたホームセッションや「フォーティンス・シンドローム」などスカイハイの楽曲から「ブレイブ・ジェネレーション・ BMSG ・ユナイテッド・リミックス」まで当日生配信でしか見られなかったエディ・ボーイの単独名義としては初となった貴重なライブ映像となるということです。 ただしこのライブ映像全てが含まれるわけではなさそうです。収録楽曲は未定というふうに書いてありますので、このライブ映像を抜粋して収録したものになるのかなと思っています。去年の4月27日、私もこのライブ生配信で見ました。そもそもこの AmazonMusic のブレイクスルージャパンラ j a p a n というものが初めて第1回目だったときに、 なんと当時15歳のエディーボーイが選出されたということがものすごく印象に残っていますしそこで開催されたライブというのも本当にここにもエディーボーイ単独名義としては初ライブというふうに書いてありますがとてもそうとは思えない堂々としたパフォーマンスでしたスカイハイさんやルイや大気も一緒に出演していてすごく和やかな雰囲気だったということも覚えています あの映像がもう一回見られるのは本当に嬉しいなと思います。そしてアルバムの収録楽曲は全8曲ということでデビューシングルの NO それからサードシングルの f o r e v e r f r i e n d の2曲を含んで残り6曲はこの FLOWER も含めると全て未発表曲ということになっていますのでエディ・ボーイも去年1年間でスカイハイさんの超8面6臂のオープニングアクトを務めたり いろいろなフェスにも出演したりしていましたので、そういったエディーボーイの経験がぎゅっと詰め込んだファーストアルバムになっているんだろうなと思います。そしてこのファーストアルバムのリリースを記念しまして、ミニライブと CD ジャケットのサイン会も予定されています。3月21日がタワーレコード新宿店。3月23日がタワーレコード梅田 NU 茶屋町店。3月25日がタワーレコード渋谷店。 こちらのイベントに関しましては詳細はリンクでご確認ください。去年の BMSG フェスが終わった後には、エディーボーイやルイや大輝は学業を優先するために少し活動を控えていた部分があったかと思いますけれども、いよいよエディーボーイこのファーストアルバムのリリースをもってまた本格始動となりそうですね。ルイや大輝も春には高校生になりますし、また学校生活が落ち着いてきたら、 少しずつ姿を見ることができたら嬉しいですね。本当にこの春は BMSG ファンにとってはとても忙しい春になりそうですね。これからたくさんの楽しみが待ち受けている中で、このエディーボーイのフラワーという楽曲がまさに花を添えてくれることになりそうですね。エディーボーイのフラワー、そしてファーストアルバムのリリースも本当に楽しみです。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。